久保さん。久保さん、自分の動画見てるんですね。<laughs> 僕、逆で <laughs>。自分の動画に興味ないっすね <laughs>。全く逆っすね。僕、作った動画見ない。一切見ないっすね。マジで見ないっすね。うーん。てか、見たことがないっすね。あ、でも、たまーに、本当にたまにありますけどね。で、あと、見るものは確実に編集を入れてるやつはチェックします。なんか、たまに編集して PV とか作るんですけど、それは、まあ、 見ないと、まあ、作れないので、<laughs> 見返して、じゃあどこでテロップ入れるか、どこでエフェクトかけるかっていうのは見ないとそもそも作れないんで、それは見返します。で、いいの作れ、自分の中でいいの作れたなと思ったらまた見返して、ああ、でもここどうなのだなっていうのはそれは見るけども、普通の to do の動画に関しては、まあ、見ないですね。まあ、作ったらもう終わり。<laughs> 終了次っていう。だま、今回のテーマは、あの、うん、執着しないって感じですかね。執着しない。 だ執着することも大事なんだけど、執着しないことも大事なんですよ。だから、その、なんか、例えばでしょなんか、うまくいかない不足、うまくいかないことがあるじゃないですか。じゃこのうまくいかない、なんで俺はダメなんだ、ダメなんだっていうところに執着するより、それを執着せず、あの、前に一歩進んだ方が早いじゃないですか。例えばん、商品作成であるならば、商品売れなかったとするじゃないですか。 じゃあそこその売れない商品を考える、売れるように考えるっていうことも、まあ、大事なことかもしれないですけど、新しい新新しい新商品作った方が早くねみたいな <laughs>。っていう感じですね。特にコンテンツ販売はこのサイクルを早くやろうと思えばできるんで、ものを作ってるってなれば、このものを作ってね、商品作ったとして、じゃあまた新しいものを作るってっ大変なわけですよ。だけどコンテンツに関してはいくらでも量産できるんで、あとはその量産できるスキルがあるかどうかですよね。うん。 だから結局その、あのー、結局執着っていうのは、まあコンテンツ販売においては多分、そのビジネスの概念で言うならば、あんま良くないかなっていう。一つのものに執着するっていう。か次から次に出せる。失敗しても次に進める。うん。っていうことが、あまあコンテンツ販売にはすげえ大事だし、えー、まあ人生生生きていく上でも大事なんじゃないですかね。 例えば、もうめちゃめちゃわかりやすい例で言うならば、失恋ですねいや。失恋して、うわーって1年失恋して、2年失恋して、あ、じゃあ、その失恋をね、ずっと執着して、なんで俺ダメだったのかなっていう。なんかその前に進んでないじゃないですか、全く <laughs>。それ、どう考えてもね、変えられるか、まあ、復縁っていうのもありますけど、 そこ考えるより新しいことをトライした方がいいんじゃないかなっていう。新しい恋をスタートさせた方が早いんじゃないかなっていう。だからこの切り替えですよね。ただし、まあ復縁っていうのも実際あるので、本当に大切だなと思うんだったら、復縁をトライしていくことも大事かもしれないですけどね。ただ、結局それは相手ありきですからね。自分が復縁したい言うても相手がもう絶対拒絶してたら、 まあ何だろうな、もう言い争いっていうか、また付き合ってくれ、やだ、また付き合ってくれ、やだ、まあ、しまいにはあのストーカーですって警察に多分行かれてると思うんで、ね、<laughs> やめた方がいいと思うますけど、相手ありきりなんでね、うん、だからまあ、次々次,次,次っていう風に、まあ一歩一歩、だから歩くっていうのも、一歩一歩の、前に進んでるから前に進めるわけじゃないですか。 だからまあ歩いた方がいいんじゃないかな。一歩前に進んだ方が、立ち止まりより一歩前に足を踏み出した方が、まあ、早く目的地に行けるよねっていう。もちろんその旅の途中で立ち止まることも大事だし、振り返ることも大事だ。後ろに後退することもあるだろうけれども、結局前に一歩を踏まなければ、まあ、自分が到達したいところには行かないのかなっていうところでしょ、ね、うね、ん。はい、そんな感じです。いってらっしゃい。